こちらも植えない自然天然香水した臓器で、こう左の一番まで来てるやつは一番右の臓器の根ですよ。で杉の根はもうちょっとしかないですよね、うん、こっちに倒れた時やばいじゃない。これは倒れたりして次みたいに割と珍しくまっすぐまっすぐした木ですけど、これは臓器です、ね、上の方見ていただいたらもう臓器ですからですね。だから根が全然違いますね。これでもう一目瞭然でよくわかりますね。ほとんど年数は変わらないと思うんですよね。次が植えた時点ぐらいにこれが生えてきたんじゃないかと思うんですよね。だいたい大きな木があれば臓器切りますからですね、杉植えるときに。だからほとんど年数変わらないと思うんですよね、うん、だから根の深さが全然違いますね。これもよくわかりますね。左の2本が杉ですね。はぁ、すごい裸になってるんですね。ここから見てもよくわかりますね。これが正面ですね。全然。右に倒れてるのが杉ですね。右に倒れてるのが杉ですね。ああやって倒れてる。ですよね。こうね、横にね。だからこっちの2本のやつも時間の問題でしょうね、倒れるの。これも倒れることないかわかりませんけど。あれは、木の木倒れて、そのままじゃあ、杉ですね。積んでるような感じのやつ。あれなんか掘り投げてそこら辺をもたらかそうですよ。あ、これ、あ、根っこじゃないんだ、うん、あ、杉が取れたのそのまま、うん、でまとめて置いとったんだよね。うん、シーガーサスはね、ものすごく活性化するんですよね、うん、あれもね、うん、紅葉、照葉、自分だったら今もう猫まで癒やされてきますからね。子供や孫みたいなハート型した葉っぱでですね、カツラっていうのは落ちたらですね香りがいいんですよ。だけどカツラっていうのは香りみたいな字を書きますよね。香りがいいんですよ。でこんなんでいっぱいヒコバエみたいなのが生えてくるんですよ。そういう、もうこういう感じの木です。もう立派な木ですね。そうですね、新緑でね、はい、可愛らしい葉っぱ、うん、多少現れたりしてももう全然根が小さいですよね、うん、だからやっぱりもうこういう形でどんどん倒れていくんですよね。もう向こうのそれはもう時間の問題みたいな。そうですね、あれは時間の問題でしょうね。だからこう横に来てるのはあれは杉の根ではないですね。横の山桜かなんかの木ですかね、それの根ですかね。あ、そうですか、はい、あ、これ横に横に行ってるのは仮にしたようなのは、はい、桜。これがもう倒れた杉がよくわかりますよね。その根がですね、下の根がですね、いかにないかってことが根が、てる欅ですけど、ほとんど川岸の根がないですけど、こう我々今歩いてる方向しか根がないんですね。でこれだけの巨体を支えてるわけですね。これだけこっちの根だけで、だからどれだけの根が入ってるかですよね。だから全然こっちには根がないですよね。はい、だからもう大きくなってもこれ全然びくともしてませんよね。倒れてません。杉だったら早く倒れてると思うんですよね。こう立派な欅ですけど、ね、石がですね、いっぱいあってその上に木が生えてきてるんですが、大変ですよね。こんなところポツンと落ちてから苔の水分とか少しずつ栄養分を取りながらですね、相当時間かかってますよね。この 石だらけのところに生えてるわけだからですね、もうこれでもう分かるわけですね。もう植えてない森ってことはすぐ分かるわけですね。人間がこんなとこ植えませんから。だから植えない森作りでも十分こんな日本の場合はこんな森になるということでですね、もうこれで歴然としてると思うんですね。石の上にあるってことはもう絶対植えてません。根張ってるのありますもんね。あ、石を割ってんのに
倒れたあの雑木の木なんですけどね、なんといつ頃倒れたのか知りませんけど20年が経ってるんでしょうね。なんと生きてるんですよ。その間見てください、1本幹が出てますでしょ。はい、倒れた木から幹が出てるんですよ。これも杉だったら早く枯れてるんですよね。だから倒れて今見えてる根は死んでますけど、その下の根がずっと入ってるからですね、栄養を取ってるんですね。だからもう倒れてもまだ完全にまだ生きてるんですね。これだけの根の力を持って、だからあの上がここからも出てきて、ここですよね。あ、ここもここも、はい、そっちは枯れてるんかな、うん、そっちは枯れてる、そっちから出てるのが中が収穫する。長浜ラーメンなんてこの味を作るとき、これは最高。こういうのってやっぱ国有林、国有林ですね。珍しくここ国有林なのに切られてませんよね。日本中国有林、原生林切ってるんですけどね、今でもどんどん切ってるんですよ。あの特別会計でかなりあの赤字補填したんですけど、まだ残ってるんですよね、一兆何本。だから東北の原生林はまだどんどん今あの林野庁を切ってるんですよ。ここはまあ特別になんか残ってるっていうだけで、人目につきやすいから残ってるっていうんですから、東北の原生林はものすごい勢いでまだどんどん切ってますよね。だからなんかあの保険関与人で大切にしましょうよとか、なんかちゃんちゃらおかしいですよね、国が書いてる言葉自体が。現実見るとですね、完全に矛盾してますよね。じゃあこの樹皮が、あの何種類かこんなやつ樹皮がめくれてくるんですよ。こう剥げてきてますでしょ。生えてくるんですよ、取れるんですよ、キヤキは。こんなの脱皮してるみたいでしょ。だいたいあの何種類か生えてるこんなん取れますけど、もうケヤキって大きくなったらこんなん取れてくるからですね。枝という木でですね、この樹皮が黄色でものすごい苦味成分があってベルベリンが入ってですね、これ昔のあの山口行者の人たちが取ってですね、前あの売り来てたですよね、あのダラニスケという日本の漢方を取ってた木なんですよ。中が樹皮が黄色いんですよ、はい、なんかそういう何の効能が、あのもう胃薬ですね、ものすごい、ね、ものすごい胃薬、中が黄色いです。だいたい黄色いやつは苦いですね、胃薬で、ウコンとかですね、いろんなあの立派な木ですね。これもあの大きくなったらあのこんな大きくなる木です。家具とか使いますよ、木肌もですね。こう登ってですね、バーッと木を剥ぐんですよ、皮を。ただ今が剥げるから、コンクリート一緒ですよ。あれで皮剥いで、もう昔の人はお金に変えてたんですね。じゃあそれを煎じて飲むんですよ、干して。これだけはもう、上まで原生的な、裏側は違うんですけど、かなりもう原生的な山で、全然崩れてないですよね、こっちの山は。ね、全然、もう杉が割ってないからですね。なんたって赤帯。だってものすごい集中豪雨何度も来てんのにね、うん、ここは全然崩れてないですよ。だから根があれだけ違うからですね、 100% 崩れないわけでもないけど、うん、もう全然根が違うからですね。いや保水力があるから一気に染みていくんですよ。そうですよ、上っ面をあの水が流れると根こそぎやられちゃうのね。こう下の中の根を伝って雨が入ってくるんですね。そうなんですよ。だからもう土自体がスポンジみたいに水を保水するんです。土自体が、うん、で保水力のない土になってるから、ね、上層をこうダーッと流れていくから全部こうあのさらわれて、表面のもうあれ根っこのとこまで全部土がなくなって倒れちゃうんですよ。大洪水の時だけでだけバーッと流れてですね、で雨が降らないとまあこう水が渇水ですよね、今は。だ
か出して、保水力がないものですからね、雨が降った時だけバーッと川が流れるという、そんな現象ですよね。そうそう、もうだから川が枯れてて、大雨降ったらその時大洪水になって、普段は枯れてるっていう。どっちかですね、じゃあ。洪水か昔はそんなことなってなかった、ね、うん、そうそう。40だけど、まあ、こんな森だったんですからね、もうちょっと前は、ね、60年とか70年ぐらい前はですね。でも、いろんなことを調べると、我々の先輩がちゃんと残してくれてたんですよね、意図的に。残さないと残らんですもんね。だからやっぱりあの江戸時代はその前まではちょっと残してなかった時もあるんですけど、江戸時代はあのいろんな藩が分かれてたもんですから、やっぱりお米がお金ですよね。そうすると地産地水というのが最大の政策なんですよね。だから山を争う殿様なんて誰もいないんですよ。だから今みたいにですね。いやでもほら、そんなに今みたいに機械で大々的にとかないから、動物が好きな。寒いとこやから。何でも強いです。その葉っぱと一緒なんですよ。それがあの。それ。葉っぱとかよく見ますね。これがあの今もう。ちゃんと5枚葉っぱがついてる。よくあるね。有名なあの天ぷらの材料になってるやつですよ。シソじゃないでしょ。あの天ぷら材料って何ですか。天ぷらに今したら一番おいしいという。そうですか、はい、これがコシ油なんですよ、ね。コシ油ですか。はい、コシ油。コシ油。コシ油ですね。タラの芽から次これが一番有名ぐらいになってます。そうですか。この製品なんです、こんな。そうです。